いまー。そういえば今日さ、リスナーさんからなんかプレゼントが届いたから開けてみる。なにこれ、ティーバッグ。かわいい。なにこれ、ティーバッグ、蜂蜜。めっちゃ嬉しい。やばい、待って、パンチが大量にあるんだけど。全種類、めっちゃかわいい。やばい、超嬉しい。はい、ということでちょっと作りながら喋っていきたいんですけど、まあね、最近旦那氏を乗せたら 100% 炎上するっていうことが起きまして、彼の発言ですよね。そんなに傷つきはしないことなんだが、やっぱり見てる人が不快になってしまうっていうことが多くて、ちょっと編集する際気をつけようかなと思ってるんですよね。編集するとき私気をつけます。すいません、不快に思わせた方が多くて。っていうので、あんまり動画に出さないようにしようかなと思っておりますし、出すとしてもちょっと編集気をつけようかなみたいな感じで思っております。でね、なんだろうな、私たちあんま喧嘩しないんですよ。っていうのも、私が基本的に反論しないんですね。前ね、言われて嫌だったことっていうか、まあ、言われて嬉しくないことっていっぱい言われるんですけど、この間すごい嫌だなって思ったのは、私一日丸一日遊ぶってことはないんですけど、月曜日、その日は朝から病院だ、朝から病院に行って産婦人科で、その後にお仕事で撮影に行ったんですね。それは仲良しなこと言ったんですけど、で次の日横浜でピカチュウのなんかイベントがあるんですよね。それに行ったんですよ。で次の日感激だったんですよ。旦那氏に許可をもらって行ったので、まあ3日連続でちょっとお出かけしちゃったみたいな感じがあったんですね。でそれ丸1日じゃなくて夕方には帰って花火つけたの。はい、っていう感じで丸一日遊んだわけじゃないんですけど、まあ、夕方までお出かけしたことが続いたんですが、まあ、それをしたら旦那氏に「遊びほうけてていいね」って言われたんですよね。いやさ、遊びほうけてていいねって言われ言う？いや、わかるよ。旦那氏は言うて仕事を毎日してるわけじゃないですか。仕事と言って遊んでても知らないけど。それをまあ編集して動画にしたりとか撮影とかしてるとか言っても、いや、お金になんなかったら遊びでしょって言われたりとかするんですね。まあもう言い返せない、言い返せないし、言い返したくもないわけですよ。反論してそんなひどいこと言うのとかさ、言うとさ、また帰ってくるじゃん。だからもうなんか笑って返してんの。でも基本的に私、みんなのコメントで思ったけど、なんか笑って返したりスルーすること多いなと思って、っていうのも、そのやって揉めたくないが多くて、もちろんさ、いろんなさ、夫婦がいてさ、喧嘩するときに、こいつに勝ちたい、私が絶対に負けたくない喧嘩にっていう人ってめっちゃいるの。まあ、中里沙ちゃんとか YouTube とか見てて、私は負けたくないっておっしゃってるんですけど、なんか、彼はやっぱ口がすごく強いし、言ったって負けちゃうんですよ。私多分泣いちゃうと思うんで、言い合ったらね。で、言い合ってる間もめちゃくちゃストレスだから、だったら私はもう彼を正当化させて、そうだね、私が間違ってたね、ごめんねっていうふうに早くしちゃった方が楽なんですよ。解決楽なので、家庭のためにというよりかは、相手のためにというよりかは、自分のためにもう早期解決、ピチクパチク言い合ってるの、もうめんどくさい、だったらもう謝っちゃった方が楽っていうのを日々を過ごしてて、私はニコニコしてスルーしてるっていう対処法をしてます。一見それがストレスってみんなに心配されるんですけど、こっちの選択肢の方が私のストレスじゃないので、そうしてます。はい、もう慣れましたね。感情を捨てるっていう方が慣れた。まあ、あとはツイッターに愚痴ればみんながね、共感してくれたり励ましてくれるから、それで済んでるんですよね。だから私、インスタのストーリー裏垢あるんですけど、ここ旦那氏の悪口ですよ。っていうので、そのデリカシーのない言葉とかって、世の中の人っていろいろ言われると思うんですよ。旦那とかに限らず、スルースキルがいかに高い方が人生楽なんじゃないかな。
ちょっとわーわーこっちが正しいあっちが正しいとかっていうのがあるじゃないですか。それをずっと長くやってるよりかはそういうなんかスルースキルもおすすめだなって私はね思っちゃうんですよね。で私がおすすめって思うのは、世の中にはさいろんな人がいてさ、嫌な言葉を言ってきたり嫌味を言ってきたりする人ってすごく多いと思うんですよ。でその言われたことに対していちいち歯をむき出しにしてたり、歯むき出し何ってなってたらすごい大変だから、自分の中で受け取り方を変えるんですよ。例えば旦那氏に遊びほうけてていいねって言われました。だけどお出かけ行くことは止めてはないんですよね。だから遊びほうけてていいねっていう言葉を、遊ぶのもほどほどにしたね言い換えてるんですよ。遊ぶのもほどほどにしたねって、その中には例えば妊娠してるから免疫力が今下がってるから、外で遊ぶことによってなんか菌をねもらってしまう可能性もあるし、お腹がちょっと大きくなって転んじゃう可能性もあるし、旦那氏がいないからね支える人もいないから気をつけてねっていうのを踏まえて思って言ってくれてるって思うと、あ、そうだねありがとね行ってきますっていう気持ちになるんですよ。どうですか昔受け取り方を少し変えてみると気が楽になるんじゃないかなって。これはでも最終的ですよ。本当だったら、本当ってかっていうか自分が一番憧れてるのはそんな言葉をポンって出さない人がいいんですけど次にいいのは相手が変わってくれる人。そんな言い方ひどくないとか、まあ、言って、あごめん言い方悪かったわって言ってくれて、解決して相手が改善してくれたり意識してくれたら、まあ、もっといいと思うんですけど、私はそれをもうしないので、もう自分の解釈を変えたり、それ以上怒らせないように気をつけようかなっていう解釈をしてます。これは多分本当に今モラハラで困ってたりとか DV する人とかの対処法で私はおすすめかなと思っております。もう結婚して4年なので彼が変わらないことっていうのは確実に分かっているので、そんな彼が変わるように頑張るって努力するよりかはもう自分が変わる。これはもう正直宝塚の時に学んだんですよ。あんまり言っちゃうと宝塚をアンチするみたいになっちゃうんですけど、やっぱり上下関係が厳しい中で先輩に文句なんか言えないんですよ。夫婦関係だから旦那に文句とか言えるけど、先輩に文句、先輩のやり方に苦情を入れるとかはないんですね。カラスが白って言ったら白なんで。だからその中でいかに理不尽なこととか嫌なことを言われた時に相手を変えられることはできないんで、選択肢がないから、じゃあ自分はこういう解釈をしよう、この人とうまく付き合っていくためには自分が変えよう、もうそれかやめようですよねっていう感じの解釈になったので、それが今生かされてるって感じなので、まあ宝塚に入ってよかったなとか、今の旦那さんとうまくいっていくの宝塚のおかげかもって思って、なんか人生って意味がつながりがあるなってポジティブに思っております。そうそうそう、でも本当に常になんかいろんなことに感謝をするといいかも。旦那氏に言われたから旦那氏ムカつく嫌いってばっかりだと負の日常しか送れないから、まあ、そんなこと言うけど実際なんだろう、お出かけさせてくれるし、お金もねくれるし、頑張ってお仕事してくれてるし、私が家事完璧じゃない本当にね、お皿洗いもそのままにしたり、洗濯物も今日はしない時とか、旦那氏のパンツが足りない時だってある。それもお前なんでやってないんだよもう言わないし、そうやってもうポジティブに解釈していくのすごくおすすめです。はい、ということでじゃーん、野菜もりもりラーメンできました。ヘルシーではないかもだけど、ちゃんと栄養たっぷりしました。麺だけだとね栄養取れないので野菜とお肉も入れました。ということで皆さん、この動画がもしちょっと誰かの救いとか励みになったり、勉強師になったら役に立ったら嬉しいですということで皆さん、コメントといいねよろしくお願いします。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いできることを願って。